本番ではピット離れにばらつきがありました。6号艇今垣幸太郎はピット離れがよく、逆に2号艇白井英二は少々ピット離れ後手を踏んだ格好、すでに回り込んできています。各都道府県から非常に豪華なメンバーが地元の誇りとファンの期待を胸にここ三国に集結しています。第2回全国ボートレース甲子園シリーズ初日の競争、水面上は本日のメインカードドリーム戦第12レースです。対戦メンバーは1号艇峰竜太、2号艇白井英治、3号艇武筋島誠、4号艇井口義則、5号艇石野孝之、6号艇今垣幸太郎、以上のメンバーです。すでにインコースは1号艇峰竜太、今年 G12 つを含む9度の優勝を果たしています。ドリーム戦絶好枠で登場。本番でも結果的2コースに2号艇白井英治、3コース3号艇武筋島誠です。4号艇井口義則4コース、本番ではスローの5コースに構えます6号艇今垣幸太郎、昨年のこの大会を制覇しています。地元での連覇に挑む一戦、このレースはキャブレターを交換しています。6コースに5号艇石野孝之、前提スロー5コースと6コースが定番入れ替わっての進入となりました。1号艇峰断然の人気です。進入インから1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。4号艇井口わずかに好スタート、2号艇白井もいいスタートを切っています。逃げ体勢を作る1号艇峰をまくっていくか、3号艇武筋島空いたところ、内からは2号艇白井に外、4号艇の井口、左内からは6号艇の今垣、内から6号艇今垣、外は1号艇の峰、その間外に切り替える2号艇白井と4号艇の井口、左内からは5号艇石野、3号艇武筋島が最後方、スタートは正常です。1周にマーク、内6号艇の今垣握ってかわすか、1号艇の峰、左内を突こうとするのは2号艇の白井、トップ争いは6号艇の今垣が先頭、2艇身のリード、外1号艇峰懸命に前を追って2番手、3番手は4号艇の井口に、外は2号艇の白井、外から内に切り替えて5号艇石野も3番手争いに加わって2周1マークです。先頭は6号艇の今垣幸太郎、4号艇の井口内から握っていく1号艇の峰、2番手は1号艇の峰がリードを広げています。3番手は先に回った4号艇井口に、内から2号艇の白井がその争いに加わって、内2号艇白井が判定し前に出て、現在の上位体系6位1 2の体制、外4号艇井口が並んでいます。先頭は6号艇の今垣幸太郎、1号艇峰竜太が2番手、3番手は2号艇白井に、内4号艇の井口、3番手争い2号艇の白井が再びリードを振り切るか、3艇身と突き放しました。上位体系6位1 2の体制、その後ろ4号艇井口4番手、後方3号艇武筋島、5号艇石野が並んでいます。先頭6号艇今垣幸太郎、1号艇峰竜太が2番手、3番手は2号艇白井英治、6番1番2番の体制でバックストレッチから最終ターンマークにこれから向かっていきます。6、1、2ですと高配当、3連単 438.3 倍です。地元ネド連覇に向かって視界良好、先頭6号艇今垣幸太郎、2番手1号艇峰竜太、3番手は2号艇白井英二、6番1番2番の体制でドリーム戦第12レース、まもなくゴールを迎えます。先頭6番今垣五輪、2番手1番峰が五輪、3番手2番白井が五輪、4番井口、3番武筋島、ラストは5番石野が五輪です。本番でも6号艇菊池浩平動きを見せます。スタート展示ではここは5コースと6コースの定番入れ替わっての5対1と分かれていました。競争水面上、続いてのカード第3レース予選競争です。対戦メンバーは1号艇木下翔太、2号艇柳沢はじめ、3号艇桑原優、4号艇長田頼宗、5号艇よろず正嗣、6号艇菊池浩平、以上のメンバーです。すでにインコースに構えているのは1号艇木下翔太、隣2コース2号艇柳沢はじめ構えています。3号艇桑原優が3コース、4号艇長田頼宗4コース、結果的にスローの5コース、本番も6号艇菊池浩平、菊池は現在2節連続で優出を決めています。短期がましとなりました。6コースは5号艇よろず正嗣、スタート展示と同じ並びの5対1と分かれています。
このレースは絶好枠1号艇木下翔太人気の中心です。3連単では126136が 10.3 倍と人気となっています。進入インコースから1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。3号艇桑原好スタート、4号艇長田、2号艇柳沢もいいスタートを切っています。逃げ体制インから1号艇の木下、まくる3号艇の桑原、内からは6号艇の菊池、間2号艇柳沢続きます。内から6号艇の菊池、外は1号艇木下、2艇のトップ争い、その後ろは3号艇桑原優勢も内から2号艇柳沢差を詰めて、4号艇長田、5号艇よろず最高峰、スタートは正常です。1周2マーク、6号艇の菊池が先に旋回、内から2号艇柳沢、1号艇木下、4号艇の長田と続きます。先頭6号艇菊池が3艇身とリードを取って単独先頭です。1号艇木下は2番手、3番手2号艇の柳沢、内から3号艇桑原、間に4号艇長田が続きます。先頭6号艇菊池康平、1号艇木下2番手、3号艇桑原内、握る2号艇柳沢、左内4号艇長田が続いていきます。3番手争いは3号艇の桑原優勢も外から並びかけた2号艇柳沢、その後ろは4号艇長田は単独5番手、離れた最後方5号艇よろずとなって2周2マークです。6号艇の菊池、1号艇木下先頭2番手、3号艇の桑原にコーナー迫る内から4号艇長田、握っていく2号艇柳沢、ホームストレッチに戻ります。3番手は3号艇桑原一定身優勢も外から並びかける2号艇柳沢、その後ろ4号艇長田、5号艇よろず変わらず最後方、最終周回です。先頭6号艇菊池康平、1号艇木下2番手、切り返して内から差を詰める2号艇柳沢、握ってかわすか3号艇桑原、バックストレッチ入って3番手は3号艇桑原が2艇身3艇身とリードを取りました。現在の上位体系6番1番3番、しかし内から2号艇柳沢再び差を詰めて最終ターンマーク。先頭6号艇菊池康平、1号艇木下2番手、3号艇桑原3番手優勢、内から差を詰めた2号艇柳沢4番手、6-1-3の体制で第3レースゴールです。先頭6番菊池が5輪、2番手1番木下5輪、3番手3番桑原で5輪、2番柳沢、4番長田、ラスト5番よろずが5輪です。本番ではピット離れが良かった4号艇太田和美、どうやらコースに動きがありそうです。先ほど行われました第8レースは地元福井県代表萩原秀人が逆転での白星、本日連勝ゴールを決めています。ボートレース三国 G2 第2回全国ボートレース甲子園シリーズ初日の競争、続いてのカードは第9レース予選競争です。対戦メンバーは1号艇前本康和、2号艇遠藤恵美、3号艇宇場義経、4号艇太田和美、5号艇茅原裕樹、6号艇石渡哲平、以上のメンバーです。すでに前艇ホーム側インコースにすでに構えたのは1号艇前本康和、絶好枠から巻き返しを図ります。1号艇前本の陰線です。2コース本番では4号艇太田和美、3コースに3号艇宇場義経構えています。スローの4コース周り2号艇遠藤恵美、遠藤は前半レース2着と船券に絡んでいます。5コースの角に5号艇茅原裕樹、6コース6号艇石渡哲平、本番では4対2と分かれています。1号艇前本康和人気の中心です。進入インコースから1番4番3番2番5番6番です。スタートしました。5号艇茅原好スタートを切っています。3号艇宇場もいいスタート、1周1マーク、逃げ体勢インから1号艇前本をまくる4号艇太田、外3号艇の宇場に内から空いたところ、5号艇茅原が続きます。内5号艇の茅原、外は4号艇の太田、間に1号艇前本、3艇のトップ争い、その後ろ内からは2号艇遠藤、続いて後方6号艇3号艇が並んでいます。スタートは正常です。1周2マーク、先に旋回は5号艇茅原、1号艇前本、打ちつく4号艇太田でホームストレッチ、先頭5号艇茅原に内からへさきがかかるか、4号艇太田差を詰めていきます。1号艇前本3番手、後方2号艇遠藤4番手、3号艇は6号艇石渡の順で2周1マーク、
先頭5号艇茅原が振り切りにかかる。内接近1号艇前本、外行く4号艇太田、小回り2号艇の遠藤でバックストレッチに入ります。突き放した5号艇茅原が5艇身6艇身とリードを広げました。2番手は4号艇の太田優勢、迫っていく1号艇前本、あとは水が空いています。2号艇6号艇3号艇の順で2周にマークです。5号艇茅原勇気先頭、内から1号艇前本先に旋回、それを差し返し狙っていく4号艇太田。ホームストレッチに戻って2番手争い、4号艇太田が内、外1号艇前本、内外離れて2番手争い、その後ろは2号艇遠藤単独4番手、6号艇石綿、3号艇宇馬の順で最終周回です。5号艇茅原勇気が先頭、注目2番手争い続いています。4号艇太田に差し返し狙っていく1号艇前本、内から迫ります。バックストレッチ入って2番手は4号艇太田、2艇身優勢も内からじわじわ差を詰めていく1号艇前本、へさきがかかるか、最終ターンマークです。先頭は5号艇茅原勇気、2番手争いは4号艇の太田が優勢に回っていく、内をつく1号艇前本ですが、2番手は4号艇太田が取り切りました。上位体系5番4番1番の体制、第9レースまもなくゴールです。先頭5番茅原五輪、2番手4番太田が五輪、3番手1番前本五輪、2番遠藤、6番石綿、ラスト3番宇馬が五輪です。オープニングレースは当地で行われました昨年のヤングダービーの覇者永井氷弥の逃げ決着でシリーズの幕が開けました。ボートレース三国 G2 第2回全国ボートレース甲子園初日の競争、続いてのカードは第2レース予選競争です。対戦メンバーは1号艇松田達馬、2号艇村岡健人、3号艇立具啓司、4号艇萩原秀人、5号艇池田浩二、6号艇前澤武史、以上のメンバーです。このレースは目立った動きはありません。ゆっくりとインコースに向かっていくのは1号艇松田達馬、隣2コース2号艇村岡健人、3号艇立具啓司、3コースに向かっていきます。選手宣誓も務めました地元福井県代表としての登場は4号艇萩原秀人、4コース、5コース5号艇池田浩二、池田は2節前の平和島ではオール3連隊の成績でまとめて優勝を果たしています。6号艇前澤武史、6コースで3対3、定番通り2つに分かれました。このレース1号艇松田達馬、人気の軸に押されています。進入インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。4号艇萩原、6号艇前澤、好スタートを切っています。好スタートからまくりに行った4号艇萩原、1号艇の松田、間に間をついた5号艇池田、内からは3号艇の立具が続いていきます。まくった4号艇萩原、3艇身のリード、2番手は5号艇の池田で、3番手は1号艇の松田に内から6号艇前澤、間差がなく3号艇立具、外2号艇村岡続きます。スタートは正常です。1周にマーク、4号艇萩原旋回、5号艇の池田に握っていく1号艇の松田に小回り、6号艇の前澤です。2番手は5号艇池田、突き放して3番手6号艇前澤に、外からは1号艇の松田、最内からは2号艇村岡接近、3号艇立具最後方2周1マークです。すでに先頭独走態勢、4号艇萩原秀人、2番手は5号艇の池田、3番手内から2号艇村岡、握ってかわすか6号艇の前澤、その間をつこうとする内から1号艇松田、3番手は6号艇前澤が5艇身とリードを広げて単独3番手、現在の上位体系4号6の体勢です。内から迫る1号艇松田4番手、後方2号艇3号艇2周にマーク、先頭4号艇萩原秀人、5号艇池田浩二2番手、3番手6号艇前澤武史、4番5番6番の体勢でホームストレッチに戻ってきています。その後ろ少々水が空いて1号艇松田4番手、差がなく2号艇村岡、3号艇立具前を追っていきます。好スタートからまくった4号艇萩原秀人が先頭、5号艇池田浩二が2番手、3番手は混戦抜け出しています。6号艇前澤武史が後続を離して4号6の体勢でバックストレッチから最終ターンマークです。4番5番6番の組み合わせ、3連単は 19.7 倍です。先頭4号艇萩原秀人、最終ターンマークをクリア、5号艇池田浩二2番手、3番手6号艇前澤取り切って4号6、第2レースまもなくゴールを迎えます。先頭4番萩原五輪、2番手5番池田が五輪、3番手6番前澤五輪、1番松田、
2番村岡、3番立具がラストでゴールインです。ボートレースファンの皆様、おはようございます。ボートレース三国、本日から6日間で行われます G2 第2回全国ボートレース甲子園が幕を開けました。全国47都道府県を代表しますレーサーが出身地の期待を背に登場です。今年は交流戦という形で夏の甲子園は行われることとなりましたが、球児の熱い戦いに負けないこの水上での甲子園もぜひ画面を通して一人一人選手にエールを送っていただき、ボートレースをお楽しみください。競争水面上は第1レース予選競争です。1号艇永井氷也、2号艇吉田拓郎、3号艇秋元誠、4号艇遠藤恵美、5号艇前川盛嗣、6号艇森高一馬、以上のメンバーです。本番でも6号艇森高動きました。1号艇永井氷也インコース、隣2コース2号艇吉田拓郎、3コースには3号艇秋元誠、スローの4コースに6号艇森高一馬、本番では5コースの角を選択、4号艇遠藤恵美、6コースに5号艇前川盛嗣で4対2と分かれています。このレースは1号艇永井氷也断然の人気、人気の相手は2号艇吉田と6号艇森高に票が集まっています。進入インコースから1番、2番、3番、6番、4番、5番です。スタートしました。5号艇前川好スタート、4号艇遠藤もいいスタートを切っています。まずはインから逃げ体勢、1号艇の永井、刺す2号艇吉田、まくる3号艇秋元、6号艇の森高に内からは4号艇の遠藤続いていきます。押し切った1号艇永井が先頭、2番手は2号艇吉田に内からは4号艇の遠藤、その後ろは5号艇前川、外に6号艇森高、3号艇の秋元最後方、スタート正常です。1周にマーク、1号艇永井が旋回、内から5号艇の前川、外行く4号艇の遠藤、左右打ちをつく形は2号艇の吉田、2番手争い混戦の中、4号艇の遠藤抜け出すか、1停止2停止とリードを取りました。3番手は打ち着いた2号艇吉田で現在上位体系1、4、2の体制、5号艇前川、6号艇森高並んで4番手争いです。先頭1号艇永井氷也、2番手は4号艇の遠藤、握っていく2号艇吉田、小回りしていく6号艇森高、左右打ちつく5号艇前川、3番手は2号艇の吉田がリードを広げて上位体系変わりなく1、4、2の体制、内から接近するのは6号艇の森高、3停止にしたら5号艇前川5番手で3号艇秋元最後方となっています。先頭1号艇永井氷也、2番手4号艇遠藤恵美、握っていく2号艇吉田、内からは6号艇森高です。3番手争い2号艇の吉田が優勢も、内からじわじわ差を詰めていくのは6号艇森高、その差は2停身、離れて5号艇前川、3号艇秋元最後方、最終周回です。イン押し切った1号艇永井氷也先頭、4号艇遠藤が2番手、3番手は2号艇吉田が優勢に回っていく、内をつく6号艇森高ですが、3番手は2号艇吉田優勢です。1番4番2番の体制で最終ターンマークに向かっていきます。142ですと3連単 25.1 倍、146に変わりますと 21.6 倍です。人気に応えた1号艇永井先頭、4号艇遠藤2番手、3番手は2号艇吉田が取り切るか、6号艇森高内から差を詰めて接戦となりそう。第1レースゴール、先頭1番永井が五輪、2番手4番遠藤五輪、3番手2番吉田で五輪、6番森高4番手、5番前川、ラストは3番秋元が五輪です。